ありがとう、KK。おおよそ僕の想定通りだったよ。どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから、想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから、現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。ほっとけ。あいつの中では重要だったんだろう。